聞きたいことがあるの。私の体操服がなくなったの。赤のジャージと手ない。おーい、クッキー作りすぎちゃった。食べる？一人ずつ信頼関係を築くしか。あれ、さっきの問題正解してる。よう、ミク。なんだその飲み物。抹茶ソーダ。逆に味が気になるな。意地悪する風太郎には勉強してもらわないと困るのに。なんだ、ミクから俺かいってラブレター。ミクが俺を。まだ会って3日目ですけど。ほらね、程度の低いいたずらに乗っかっちまったぜ。だが、あれ、この雰囲気ヤバくない？風太郎、あのね、スエ、ハルカタ。スエ、ハルカタ。ひねった告白とかじゃないよな。うるさいな、問題の答えだけど。ああ、すまん。見た。あ、戦国武将、好きなの。は？変だよ。確かに変なやつ。自分が好きになったものを信じろよ。前回の日本史、俺満点だったな。そうなの？じゃあ問題ね。信長が秀吉を猿って呼んでたのは有名な話だけど、本当はなんてあだ名だった？ハゲネズミ。正解。なんか話足りないな。次の家庭教師の内容は日本史を中心にしよう。そこまで言うならいいよ、飲んでみて。鼻水なんて入ってないよ、なんちゃって。もしかしてこの逸話知らないの？頭いいって言ってたけど、こんなもんなんだ。羽川さんと何を話していたの？おい、何よ、右側が寂しいの？気づいているんでしょ。そう、私には重さがない。別に理解しなくていいのよ。これ以上嗅ぎ回られたらすごく迷惑だから喋っただけだから。さて、私はあなたに私の秘密を黙っていてもらうために何をすればいいのかしら。とにかく私が欲しいのは沈黙と無関心だけ。沈黙と無関心を約束してくれるのなら2回うなずいてちょうだい。それじゃあ荒木君、明日からはちゃんと私のこと無視してね。よろしくさん。はじめまして、戦場ヶ原ひたぎです。もしの、こいつが2年前くらいに。こいつ呼ばわりはやめて。戦場ヶ原様。え、あらあら、これはこれは、犬の死体が捨てられていると思ったら、なんだ、荒木くんじゃないの。私のチャーミングな私服姿に見とれちゃって。私服の瞬間ということ。でもよかったわ、できれば一番最初に荒木くんに見てほしかったから。見せたかったじゃないわ、荒木くん、見て欲しかったのよ。ねえ、荒木くん、隣構わないかしら。隣？いいよ。あ、私は荒木くんには忍野さんとは違う意味でお礼を言いたいの。荒木くん、私は荒木くんのこと親しく思ってもいいのかしら。私はついこの間までよ、もっと言うなら荒木くんに出会うまで。それが終わって初めて私たちが対等な友達同士になれると思うの。その図体で沙織だなんて、よくもまあ名乗れたものね。ずうずうしい。あなたもどうしてそんな浮いた格好をしているの？秋葉のオフ会にそのファッションはありえないわ。何そのドレス、コスプレ、水銀島のつもり。マスケラのクイーンオブナイトメアよ。ああ、それメルルの裏番じゃん。気づいてならないことを言うのね、あなた。バトル系魔法少女なんて今さら流行らないのよ。そもそも土日の朝枠以外の魔女っ子アニメなんて邪道だわ。キッズアニメなめんな。あなたこそキッズアニメだからといって過大に評価するのはおやめなさい。ほんといちいち言い方がめんどくさいのよ、このジャキガン伝統女。ジャキガン。熱い、だるい、ムカつく。少し黙っててくれないかしら。熱い、鬱陶しい、臭い、脆弱な人間だこと。そういう暑さ対策してんの？薄い容器の膜を張って光や熱気から身を守っているのよ。またジャキガン発症してるし。今日のコスモ、あれ、マスケラのやつ、これでよし。この程度の暑さ問題ないと言ってるでしょ。
あの人に勝ったらディスクがもらえるってことね。何よ。あげるわ。いらないなら捨ててちょうだい。そんなこと言ってないでしょ。そこまで言うならもらってあげるわよ。感謝しなさいよね。私が有田くんの意に染まぬことをして楽しんでいるとでも。違いますか。だとしたら私の方が優先度は高いな。私は彼に告白して現在返事待ち。ではごきげんよう友達くん。君の言い方だとまるで私とライダーが恋仲だったみたいじゃないか。君が初めてだと。私につかみ系の技は大抵効かん。初めて会った時からお前のことが大嫌いだったよ。本当によく頑張ったな。苦しかったろうに。怖かった。すっごく怖かったんだからな。ずっとずっと僕のそばに。それが、それだけが僕の望みです。約束するよ。私は君のそばにいる。世界征服でも永遠の命でもこれから地球にやってくるサイヤ人を倒してほしいでも、一週間毎朝裸エプロンで起こしに来てほしいとか、一週間下着を着用せずに授業を受けてほしいとか、本当に何でもいいわよ。一週間語尾にニュッとつけて会話してほしいとか。参考までに私の個人的なおすすめは毎朝裸エプロンで起こすかしらね。もどうせ荒木くんはエロ方面の要求なんてしてこないだろうとは思っていたけれどね。童貞どもの実際のところ何かないのかしら。荒木くん、もっと単純に困っていることとか。妹と喧嘩した。いまいち力になれそうもない話ね。ほら、今日って母の日じゃん。出来の悪い長男としては、母の日である今日本日この日、自分の家には居場所がないというわけね。残念ながら、あなたの人間の小ささを私の器量でどうこうすることはできないわね。自分の魅力を否定してはいけないわ、荒木くん。魅力？冗談よ。妹なんか可愛がってそうなものだけれど、目に入れても可愛くない痛い妹なのね。僕の妹は別に痛くはねえよ。どうして僕は勉強をしているんだろう。え？バカだからじゃないの？これからのこと一体どういう風に考えているの？これからのこと？前に卒業できればそれでいいみたいなことを言っていたようだけれど、荒木くんは卒業と同時に就職するということ。あれは僕の親なのか？親？何を言っているの？恋人でしょ。おはよう、ゆきひら。おはよう、ウジ虫野郎。ところで、今日って何曜日だっけ？月曜日だけど、それがどうかしたのかしら、ウジ虫野郎。あんた、話題転換って言葉知ってますかね？ああ、気を悪くしたらごめんなさい。ちょっとした虫ジョークよ。ちなみに天草くんがどうしてもと言うなら、他の虫ジョークも披露するけど。いや、別に。ピク。はい、聞いてくれよ、ムッシュ。今日、間抜けなクラスメイトを無視してやったぜ。伝わらなかったギャグをセルフで解説とか、どんだけハートが強いんだよ。俺のおっぱい触ってよ、おっぱい。もしかして私にあなたのパイオツを触れって言ったのかしら。パイオツなんて単語絶対に聞き間違えないと思うし、パイオツって言ったのが恥ずかしくて隠してるのかしら。あなたにも無性にパイオツって連呼したくなる時あるでしょ。ねえよ。なんでないのよ。天草くん、このおもちゃ悪用されたらとんでもない事態になるわ。ねえねえ、フラノッチも感想聞かせて。おはよう、ウジ虫娘。そのネタ続けるのか。開発者死ねばいいの。マジでウジって感じ。なあユキラ、俺のことを人として好きか。天草くんって人間だったの？そんなこと言えるわけない。そんな大げさな話じゃなくてだな。その嫌いよ。ユキイラ、どうだった？見つかったか？それがね、大敗的な四角いものなら。それナイスデスク。何読んでんだ？
面白い。ユニーク。どういうとこが？全中南米あたりを旅行中か、本気で行方をくらましているか。出た方がいい。この部屋はあそこと同じような香りがします。次元断層が存在、位相変換が実行されている。もう一度行けばわかると思いますよね、長戸さん。待て。これから何をするのか教えておいてくれないか。お出まし。な、なんですとは。カマドウマという虫をご存知であろうか。知らない人にはぜひ目の前の光景を見せてあげたい。ヒシロさん、どうしたの？四点の人。っていうのはやめて。ではタバコの人。いつもの癖でお金を持ってこなかったんです。お金忘れちゃって昼が食えなくて困ってる。忘れたんじゃありません、持ってこなかったんです。今日はたまたま多く持ってるの。ほら。ではすみません、お言葉に甘えてありがとうございます。あ、1000円の4点のあとタバコの人。貝崎です。貝崎新た。貝崎新た。昨日自己紹介やったし、今朝のホームルームでも紹介されてたろ。バカなのに。おい、言いすぎ。そういえばなんで俺に敬語なの？もしかして俺のこと不良だとか怖いとか思ってる？誰にでもこうなので気にしないでください。やっぱり私とっつきにくいんでしょうか。もっと普段からニコニコしてりゃいいんじゃねえかな。ニコニコ、こうですか。嘘だろ。まあ焦らなくても友達くらい自然とできてくもんだって。そう思っていた時期が私にもありました。あの、携帯をくれませんか？なん、携帯くれ？携帯の番号を教えてくれませんかと言っているんです。あなたと友達になりたいと言っているんです。読み取ってください。ほんとバカですね。よく言えました。バカがバカにしないでください。そんなにこのシルバーピンが欲しいんですか？いきなり煽った。私のことがお嫌いですか？別に。ではなぜカバンを？別に。逃げるな、答えろ。カリュー嫌いよ。勝ち誇ったようにいつもいつも私をバカにして笑うあんたが大嫌いよ。バカになんてしたことないです。してるじゃない、目が合うたびにいつもいつも。なぜ私がカリューさんをバカにする必要？しろ、ちょっと笑ってみて。こうですか。こんばんは。こんばんは。シャンプーはこっち。目に入った？お前。ごちそうさまでした！あら、何事ですか？あら、ああ、アリンさんのことですね。知ってたのか？アリンさん！こちらは男性用なんですよ。今日タイミングが違います。アリンももっと自分を見せていいんだぜ。また裸を見せるとか。それはダメです。難しいのに。かなり暗くなってきたな。そうですね。何堂々と。あこら、あなた。ルイーナの名のもとに魔導書ラグナ・ユグドラシルに記載したマクロを実行。うわ、すげえ。私の顔しっくるんよ。なんだろう、おっぱい見てるとか。おっぱいなら私のも見てるはず。だよな。難しいのね。どう、お兄さん。お、嬉しい。ああ、無論だ。話は聞かせてもらったわ。アリーさんはまず服を着てください。旦那様のバカ。怒ってみた上にそれまでの仲間関係を崩壊させてみたわ。静か、足がすくんで動けねえ。なんでこんなとこいるのよ。これ連れてけ。いや、なんでだよ。もんじゃだぞ、もんじゃ。学校終わった後は勉強したいの。助けてくれ、追いはぎだ。こいつらいきなり金出せって。お前は嫌いだ、どっか行け。あんたもね。あいつら楽しそうだな。いいな、そういうの。なあ、しずく。だから行かないって言ってるでしょ。あ、しずく、てめえ何昨日勝手に帰ってんだよ。悪いけど、中間まであんたは敵よ。あいつに関わってから全ては狂い出したんだ。私はただ心静かに勉強したいだけなのに。あんたはきっ
私に繋がりみたいなものを求めてるんだろうけど、悪いけどそれには答えられない。っていうか勉強になってなかったし。あんたも嬉しそうだしね。ドキドキしねえ。あれ？なんでだ？でも雫のことは大好きだぜ。委員長、クラスで友達ザックザック計画作戦会議を始めます。